wish your heart makes. Dream Wonderland. My heart draws dream. Heart and dream. Heart and dream, 来ました。ドン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 。来ました。ということで、マイプレイス、ビューティークリニック、イエイ。美容師、マイプレイスビューティークリニックの南です。よろしくお願いします。ということで、マイプレイスビューティークリニックの院長です。そしてこの番組ね、6ヶ月続けてきたんですけど、まずレギュラー陣をご紹介していきます。井原愛美です。はい、ということで次、草木愛美です。はい、ということで今日はですね、北の外国人クラブに来て収録をさせていただきます。はい、皆さん、テレビの皆さんもね、ぜひここ来ていただきたい。むちゃむちゃ綺麗な場所ですよね。ということで今日はこんな綺麗な場所で、美容師、今日の美容師のトークも炸裂するんですけど、楽しみです。今回ね月1回放送で先生の番組をさせてもらったんですけど、このハート&ドリーム内で1月から月2回放送に出ます。おテレビの皆様おめでとうございます。月2回美容師出てですね、とにかくね、今長生きするでしょ。長生きすると、じゃあ目が悩んでる、ね、顔シワで悩んでる、シミで悩んでると、長生きが例えば50年で終わった命が100年やったら倍悩むんですよ。そこを美容王子が解決してくれる、ちょっと解決してくれたとしたら、皆さんどう思います？幸せになりませんか？ということでこの番組ですね、6ヶ月間差し替えて大反響で来ましたので、月に2回放送ということで、テレビの前の皆様もですね、ぜひとも日曜日の朝10時15分ですね、ハート&ドリーム見てくださいね。ということで今日はですね、素晴らしいゲスト、まあ、話聞きますと、先生のところで実際にオペをされた方、誰かの誰ですかね、忘れてるのか、多くても先生知っておいていただきたいんですけど、来られてます。で、なぜそういった美容を整形外科手術をちょっとしようかなと思ったのか、もしくは、手術後どういう経過でどういう人生になったのかなどですね、聞きたいと思いますんで、美容師よろしくお願いします。レギュラー陣も頑張っていきましょう。美人館うろこグループの北の外国人クラブ、坂の上に立つ異国情緒あふれるこの建物は明治後期の建築。開校当時、神戸に集まった外国人たちの社交場としてにぎわっていました。その名残は木製暖炉や豪華な家具調度品に見ることができます。ぜひ皆さんも訪れてみてください。誰でも綺麗になれる場所、マイプレイスビューティークリニック、南先生の美容整形外科。マイプレイスビューティークリニック、詳しくはホームページを検索。僕がいつも守りたいものは優しさと愛があふれる結婚相談所、婚活するならハートフルマリアージュ。堺の梅ちゃんです。今日もあなたの街を行く大阪堺の不動産のことなら SP ハウジング。マイプレイスビューティークリニック院長、形成外科専門医南京介。美容外科歴は10年以上、大手美容外科院長を経て理想のクリニックマイプレイスビューティークリニックを開院。あらゆる女性の綺麗になりたい、変わりたいを実現させるスペシャリストが悩める女性たちをカウンセリングします。今週ですね、からスタート、いい場所でですね、今日はスペシャルゲスト、スペシャルのゲストですよ。本当にね、いや、ワンダフル、あのね、ワンダフルって言っても過言じゃない、芦屋のセレブ、それでですね、ワンダフルセレブですよ。ということで、素晴らしい方、ご紹介お願いします。一生美人プロデューサーで芦屋セレブの今堀恵里さんです。改めましてよろしくお願いします。一生美人プロデューサーって、素晴らしいネーミング、持ってこられたんですけど、素晴らしいですね、本当に、みんなあの美人になれるんで、おお
なんかそういうオンラインサロンなのに入りたくなるような今気持ちだったんですけど、なんかそういうオーラがどんどん飛んでくるんですけども、はいはい、実際にこの美容王子の南先生のマイプレスビューティークリニックに行って美容整形外科のちょっとこうされたということをお聞きしたんですけど、でセレブが行ったんですか、はい、セレブが先生が足山で呼びつけたんですか。そうじゃない、呼びたかったんですけど行きました。呼びつけた段階、いやいやでも先生セレブが自ら行っていただいて、はいはい、セレブ御用達という、はい、そうです。美容法師ね、足屋のセレブですよ。一生美人プロデューサーのプロデューサーです。やっぱり僕も一生美人プロデューサーののプロデューサーを、はい、の番組をプロデュースしてる、はい、というつながりでいいんですね、はい、で、まあ、もうこういうちょっと話を置いておいて、はい、今日はですね、実際にどこをされたんですか。あの鼻先をですね、先生に、うん、あのちょっと高くしてほしいって言って悩みを相談しに行って、うん、で先生にこういろいろ案をもらってしました、うん、先生に案をもらって実際にされたんですけど、はいはい、もうカミングアウトしちゃってよろしいんですね、はいはい、先生どこをされたんですか。鼻先です。鼻先になんと耳の軟骨を移植してます。耳の軟骨、ここのことですね、はい、すごい自然じゃないですか。自然に見えないですね、うん、自然な高さでちょっとだけ高くっていうリクエストだったんで、うん、ここの軟骨を取って元々高いくなかったんですか、はい、ちょっと丸かったんですね、横側がやっぱり全然変わるんで、変わって先生にやってもらいます、はい、やってもらって、うん、で、手術の内容としては、はい、耳の軟骨を鼻先に持ってきて、ちょっと形を切って、まあ、希望通りの大きさにちょっとこれぐらいかなっていうので切って、うん、ピッてってそんな簡単に、はい、それでピッピッでなって、はい、セレブもすごい満足、はい、おー、それで自分の気持ち的にすごい変わったことあります。やっぱり鏡見たりとか横側を写真撮った時に全然違うんですよ、うん、そしたら嬉しいですね。嬉しい、うん、で先生の手術、はい、痛くないんです。そうなんです。で腫れないです。ほぼ腫れない。あの先生ね、はい、これあの皆さんした人は分かるんだけど、はい、実際に自分がそういうのしようと思った時に怖いとか、うん、痛いん違うかとか、うん、絶対気持ちの中に最初に来るもんでしょ。それなんけども、うん、その痛さとか、うん、すごい軽減することを先生すごい工夫されて、そういうオペとかされてるいうことをお聞きするんですね、いつもね、うん、実際にされた時には痛くなかった、はい、私ね他のねクリニックとかで鼻の手術っていろいろ聞いてるんですよ、で友達とか、はい、でクリニックに訪ねていったりとかをしてって、はい、で、なんか結構大きなことで痛いとか、すごいこと言われたら怖くてやっぱりちょっと考えますって帰ってたんですけど、今まで帰ってたんだけども、はいはい、美容師とお会いして、はい、先生から、あ、うん、簡単にできますみたいな感覚だったので、もう、でも、はい、そこは安全なのかな、安心なのかなっていうのはすごい、そう、安心なんです、うん、クレッションありましたか最初。先生はもうそんなになんか鼻ですよ鼻、はい、普通だって聞いたら耳の軟骨移植するってすごい怖いじゃないですか。怖い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 とか思ったんですけど痛くなかったんです。そうですよ、やっぱそこで先生、はい、お鼻のそういう手術って、はい、いろんなね、はい、手術があると思うんですけども、韓国とかになると、はい、韓国ドラマが見ると、はい、韓国のあの鼻の手術してる人って、はいはい、同じ話してるじゃないですか。そうですね、似たりね、ほとんど、はい、結構3パターンぐらいが、はい、一緒になってるんかなというふうに僕ら男側から見るとそういう話よくするんですけども、はい、全然そうじゃなくて、はい、自分の軟骨を入れることによって、はい、そういう形がオリジナル的になるんで、はい、その辺が先生がそうですね、はい、で韓国のそういう手術では、はい、その軟骨入れないんですか。あ、韓国でももちろん入れると思うんです、うん、で鼻の手術ってコミュニケーションが大事だと思うんですよ。どれぐらい大きくしたいとか、例えば僕がやれるわけじゃないので、まあ、患者さんの好みであったりとか、うん、そういうのがあるのでそれを汲み取ってどれぐらいの大きさにするとか、こんな感じかなっていうのをやる側も理解しないと、自分の好みでやったりはできないので、
でね、お顔って大事ですね、先生ね、はい、お顔って難しいと思うんですよ、はい、そのヒアリングもすごい先生重要だと思うんだけど、はい、やっぱそれがベースにないと顔って印象が変わるじゃないですか。なんか下向いてる時にパッと開けた時に目だけなんか手術して釣り上がってるように見えるとか一瞬見えたりするじゃないですか。だからいろんな角度で手術されてからも皮膚科の先生も医先生とかいてあるし、何回もアフターで通われてそこでちょっとおかしいなと思ったらすぐフォローして直してあると。それですごいね、その後々後々その人がおかしくないように一回だけじゃなくて何回も通って微調整みたいなしっかりされてるっていうのもね、先生すごい安心でしょ、はい、そこは安心のところ、はい、実際に行かれて学ぶんです。セレブ、はい、痛くなかった、痛くなくて、あんまり腫れもしなくて、腫れもしなくてスピーディーにしてくれました、はい、金額はセレブは余裕の生活されてるんで、はい、余裕やけど一般的に考えたらどうでしょうかこの金額っていうのは、まあ、はっきりズバッと、でもずっともっと高くないと思います。そうです、詳しくはホームページ、はい、まあ、見ていただければ、ね、セレブ結構、ね、安くもされてるってことをお聞きしてるんですけども、はい、値段の方はね、僕らはそこはね、はい、番組なんで言いませんけども実際されたということで、はい、でその後大きく変わりました。やっぱり自分の中で、はい、やっぱり自分の中で触っても違うのが分かるんで、嬉しいですよね。嬉しい、うん、素晴らしいですね、はい、実際に何かいいことありました？いいことですか？いいことはなんか顔がすっきりしたねってみんな言われます。友達とか周りから、はい、おー僕もちょっと軟骨入れてみようかな。そうなん、痩せてください。痩せてください。本当にお腹です、ね、お腹ね、脂肪吸引かな、はい、ということでですね、まあそういうこともお話しつつですね、今日も素晴らしいお話を先生聞かさせていただきました、はいはい、ということでありがとうございます。ありがとうございます。誰でも綺麗になれる場所、美容クリニックに対する抵抗感をなくしたクリニック、それがマイプレイスビューティークリニック。マイプレイスビューティークリニック院長の南京介です。当院は安心安全な治療をご提供いたします。どうぞお越しください。お待ちしております。サンテレビハート&ドリームの番組をご覧の皆様にスペシャルなニュースがあります。6月、7月、8月と3ヶ月にかけてフジコ新曲リリースいたします。そのわけで8月20日に、フジコのワンマンライブが決定しましたので、ぜひ皆さん新しいフジコを見に来てください。詳細はこちらまで。お待ちしております。今日どうもありがとうございます。もうね、いろいろテレビ番組でもね、まだ芦屋のセレブのマダムの家を紹介ということでテレビに入ったりとかするお家の素敵なセレブの方が呼びつけていないんですね。こう見てる、はい、見てる、見てる、で、はい、先生が来てくれていただいて実際やっていただいて安心安全、痛みの軽減、はい、すごく、そして出来上がりもすごく良かったということで素敵なお言葉をいただきました、はい、ありがとうございます。ということでテレビの前の皆さんも一緒にですね、もう覚えていただいたと思います。ハート&ドリーム、また来週。マイプレイス、マイプレイス、マイマイマイプレイス、マイプレイス、よーし来たよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。